東京ドームホテルは東京都文京区高楽にあるシティホテル。運営は株式会社東京ドームホテル。東京ドームの社有地である旧高楽園球場跡地の再開発事業により1997年に着工。2000年6月1日に新規開業しアミューズメントリゾートとしての東京ドームシティ構想の完成を見た。地上43階建て。 高さ155メートル、全線6室。建築設計は、丹下建造で、市の末期の大型作品となった。客室は9階から41階にあり、南側のパレスビューと北側のパークビューに分かれる。10のレストランバー、大小18の宴会場、屋外のガーデンプール、エステティックサロン、ビジネスセンターなどがある。 施設の大半は東京ドームで最高する工業ジャンルもしくはアミューズメントをイメージテーマとした内装が施されている。東京ドームラクーアとともに東京ドームシティの中核施設であり、イベント開催時の需要を見越して、後楽園、水道橋周辺では最大級のキャパシティを誇る。東京ドームは全社名の後楽園、 スタジアム時代より、熱海や札幌市でホテル事業を、城島高原、舞子にてリゾート事業を展開しており、東京ドームグループが現在運営する当ホテルと、先日の2ホテルで東京ドームホテルズチェーンを結成している。などハット AB、東京ドームホテルがオープン。日本食料新聞。AB 株式会社東京ドームホテル第19期決算広告。スカイバンケット。 シリウス、アリエス、オリオン、ペガサス荘園会場、吉祥、宝来、マサゴ、初音、ありがとうございます。